裏方皆さえー、この番組はえー、裏方でご飯食べてる僕がですね、えー、いろんな裏方の方をゲストにお招きしてお話を聞いていく番組なんですけども今日はですねゲストに入野美桜さん来ていただいてます。まあ、なんで 来ていただく。かことになったかって言うと。まあ、緊急事態ですよね。番組の <laughs>。アラートですよね。ちょっとね。ちょっと色んな事情がありまして、それもあの後ほど聞いていただければわかりますんで。ではい、嬉しい。いいの？美羽さんと西尾にあたってお届けします、えー、今日も裏方よろしくお願いします。裏方。 さあ今夜のゲストはイリノミユさんですこんばんはこんばんは、えー、イリノミユですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもうオープニングも笑えそうでしょうがなか <laughs> なんでさあ、うん、直前まで喋ってた声の方が吐きあるの、うん、<laughs> なんで本番になった途端にさあ <laughs> すごいなんか 静か時計の音が聞こえてしょうがないんだよ俺もあのパキデータ後でもらうんだけど確かに時計の音聞こえるんだよおかしいよおかしいあげた方がいいかなあちょっとまあでもでも27時だもんね聞くのはねだしやっぱそのね裏方だしさそうか裏方感っていうかいやすごいよだって 皆さんこんにちは。なんかなんと俺さっきも話したけど一番気になるのはジングルねあの裏方んか普通だったら「裏方」とかさ「裏方」とか「裏方」っていろいろあるじゃないですかその中でも「ええ」みたいな何か「うえ」って言ってるみたいな音のあれもあのこう下手だから多分声のプロだから余計気になる。 いや気になるあれんかジングルって本来こうね仕切るっていうかそうですよ仕切り直しだしんかポンと入ってそれではっていう感じなのそれでは参りましょうみたいなそういうものだからだってお粗末でもジングルあるわけじゃないですかチャラチャチャラチャみたいなあれで裏方って出たらもう「続き」みたいなこれがオチなのかなみたいなになってないよなっちゃうじゃん ちょっり直そう。撮り直すか。ちょ教えて後で。後でね。ああそうね。取りのディレクションバージョン責任取らなきゃいけなくなって最悪。いや久しぶりですな。久しぶりですね。ねえ。元気ですか。アフレコがさ終わると合わないね。合わない。なかなか合わないですね。何だけあると毎週あってこうなるように。 一二回ぐらいご飯食べにね、行ったりしましたよね。うん、ね、あの、しゃ、しゃぶしゃぶすき焼き。ああ行ったね,ね。行きましたね。ああ、こつなりました。ありがとうございました。麻雀してね。ああ、やったね。やった、やった。<laughs> いやー、さあ。あのー、いいですか。本題。うん、本題の入り方も下手だな。<laughs> <laughs> やめて。<laughs> やめて。ああ、ああ、分かった、分かった。ええ、みゆ君、そっちの人もしかして。いや、いいから、いいから。そっちの人だとさ、呼ん,ん,、うん、んだ意味がないんだけど。いや、ちょっと、あの、流れ知らない人のために、一応、改めて説明しますと。うん、シェーブっていうね、おそ松さんのラジオで、うん、鈴村さん、MC の番組で。 桜井さん桜井貴寛さん鈴村健一さん神谷博さん番組では SSK って呼んでるんですけどこの SSK のお三方がこのラジオのことを知ってそのなんか乗り込んでボコボコに知ってやろうと俺も聞いてましたよそれねいたでしょ現場に潰してやろうぜみたいなことになっててなんか言ってましたねあんな 荒くれ者たちをさ呼ぶわけにいかないから、まずは俺がそのほっとするミユクに来てもらって、ちょっと教えてもらおうと思って。うん、なんでしょうね。僕も一応さ怒ってるからやっぱりすっごい怒ってるから、あの俺めメールだけしといたんですよ。行きますってラジオにいます。行きますって三人にね。えっとスズさんはささっき連絡したんで。 ここに来る直前に連絡したんでまだ連絡はないんですけど桜井さんは「終わらせてしまえ」神谷さんは「めちゃくちゃにしろ」っていう資格になっとるやんそらくすずさんもその手の発言があるんじゃないかというねなんでだろうな嫌われてんじゃないですか嫌われてんのかなベースがラジオ関係なくいや俺気になったのがそのまあそういういじりだとしても やっぱね桜井さんが気になってそういうこと言わないじゃないあんまりいや言うんじゃないですかあそうやっぱそうなんだ元からそういう人元からそういやまあだからあれじゃないですかな何だろうね何やっとん調子乗ってんだっつって終わらせてやるぞっていうこういう感じじゃないそっかああその優しいいじりなのかなじゃあいじりかどうかはね本気かもしれないしいや俺やっぱ気になったのがなんかマネージャー呼び出したんだよみたいな そこはちょっとピリッと来てんのかなと思って。そのマネージャー呼んで。その裏を聞い。聞いた、聞いた。したんじゃないみたいな。ドキドキする、そういうことはやめろよ、松原っていう。ことで。あ、そういうことね。あるのかな。でもほら、あの三人は、ほら、何かとめちゃくちゃに従たりだから。 めちちゃゃくにがり屋さんだから俺もこんなこと言ってなんか後でどこへやるのやだろこっちに来たね今じわっといやね大好きな先輩ですから僕はまあコウモリですからね八方美人ですからそっちが強ければそっちに寄りますしそっちがいい時にはそっちに寄りますからそうなそうなじゃあその3期が始まるしシナリオを書くんです僕そうなんですよ であのトドマツのセリフも書いてますしあーそっかそうですよ出番とか出尺も変わってきますし書き終わるまではねじゃなそこまでは書き終わるまではねはい結論出てないなどうしようあー何その三人をどうするかって三人まとめて呼べばいいじゃんいやあなたはそうやって言うけど大変ほんとにほらめちゃくちゃになるよねうん 三人三人一気に一気に見たいじゃん見たい見たいいや見たいけどファンの人も聞きたいもんだって俺そこにいたくないよあの三人がいて27時オンエアにあの有名な人気声優三人の枠が誕生するっていうさながを奇跡を感じるじゃないうん奇跡を感じるしかも 裏方っていうあのジングルの元に集まるわけでしょ。まあでもだ誰か一人呼んでそこシーン聞きたいですよね。そうね。まあできたらまとめてだけどね。どどうやってんのあのすごい人たちとさ渡り歩いてるじゃんミュージ俺が飲んでしょうね。のなんだろでも俺のことをすずさんは俺が中学生の時中一から知ってるんですよすずさんはまずね。で 桜井さんと神谷さんとかも高校生ぐらいかなとか大学生ぐ,あ大学生ぐらいかな二十、うん、歳前後、うん、神谷さんは18ぐらいで桜井さんもそのぐらいの時に出会ってるから、うんうん、やっぱこう,そう、ね、息子よじゃないけど、うん、弟よみたいな感じでいてくれてるから,そうかから無理。

声優さんの仕事してるじゃないですか。はい、まあ、裏方。ですよね。ねはい、まあ、本来というか。う,ねうん、うん。なんでいいですか。仕事の話も聞いて。ね、もちろんです。あのですね。前から聞きたかったのが。おそ松さんのアフレコ現場。うんうん、で。いや、自分の経験がやっぱり松のアフレコぐらいしかないから。その。そうん、他の。アフレコってあんま知らないから。そっか。っ いかかななの作品もそんなやってないしだから「松のアフレコ」ってどういう特徴があって他のとこと違うところあどこが違うんだろう。言っちゃえばまず内容もそんなに話にはよるけどないじゃないですか瞬発力とかそこが重要視されてるからんか前回までこうだったよねとか例えば例に出すと「 バレーボールのアニメとかさアメフトのアニメとか僕はやってきたんですけどやっぱ前回の試合の流れがやっぱあるじゃないですかこのくらい疲れてるなとかそういう感覚を持って次の話に臨んだりとかまあ大体そういう流れがあるじゃないないじゃないですか基本的に分分でで終終わわっったたりりとかだからもう直前まで何も考えないでその瞬間バッてやって。 あ終わったみたいななんかそういう感覚でいる感じはある。えー、なんか他の人に聞いたのが、うん、そのあえてサボってるわけじゃなくて、うん、あえて準備しないみたいな。うん、ああでもそれに近いものあるかもしれないですね。あんまりそこまでしっかり読なんだろう読むのを練習しないっていうのあるかもしれないです。結構読めないセリフとかあると。 しっかりとりとあえずどこに重点を置いたりすればいいか読めるかっていうのはあるんだけど言えなくてもいいかぐらいな気持ちでで,で飛び込んでいくっていうのが結構あるかもしれないですねあんまり言い方決めちゃうと、うんうん、まあでも他の作品でも僕結構そうなんですけどあんまり言い方決めないようにはしていて<ー>あの結局どんな音で、うん、あの一緒に喋る人が来るのかわからないからうん、うん、自分で怒ってる イコールこういう言い方っていうふうにするとこの微妙なニュアンスが出づらくなっちゃうからどんなセリフが来てももう言ってしまえばセリフがなくても怒れるっていうのが生まれちゃうとつまらないしなんかあんまよくないなと思って基本的にはそうですねじゃあ松の現場で本番前にテストがあるでしょテストで皆さんと掛け合いして調整するっていうか。でももそうういの び微妙なと音楽は,<ー>はあとはアニメの場合絵が芝居してくれてるからそこまで大きくずれることはないじゃないですかうん、うん、だからもう飛び込んでいく感じですよね。だし読んでて「うわっ言いにくこのセリフ」みたいなのとか「<の>途中で怒り出す」とか俺もねなんかあのセリフの中で神谷 <laughs>、はい、さんよく言うじゃないですか「うん、お前途中で気づいて怒っただろそのセリフの中で」みたいな。<laughs> あるねあるあるある <laughs> でもなんかそ 他ではやっちゃいけないようなことが、これでやって面白いみたいなのが発生するみたいな。はいはい。うん、それも聞いたことある、うん、なんか、松で、その、覚えたノウハウとか、使えるパターンって、他の現場で全く役に立たない。うんうん、そう、あんまり、そんなことしないですからね。うん、ねとか、他でやっちゃいけないことをや、やるみたいな感じだから。なんか、うん、例えば印象的なのは。うん 一般工場のお話で子供を演じじる話あったじゃないですか、うんはい、で子供を演じるってやっぱこう声を高くすれば子供っていうじゃないじゃないですか喋、うん、り方とか何かちょっとしたったらずとかあってそれを正しくやるとなんか少年っぽさとか、うん、あのくらいの子供をやるってのは相当難しいけどはい、はい、なんかニュアンスであ可愛い,いなってなるのをおそマではもう 大きな声で元気よくみたいなそれだけで一点集中で突破するとかそれが他では使えないところかなと思いますああいうのってさ一番最初の人が上げすぎると後半きつくなるじゃんきつくなるきつくなるじゃんだよな俺あのセリフすっごい覚えて「パンがいっぱい!」っていうあれ覚えてるんですよね。 <laughs> 結構序盤の出番だったのに、うん、もうトップだもんねあれ。<laughs> 結構パーン言ってうん、うん、それがベースになるから。<laughs> いやあのエピソード大好きだけど。そうですね。だ、うん、からみんなも多分そうなんと思います。他でやっちゃいけないイケ、うん、イケメン芝居って言われてみんなになんか嫌がられるやつを、うん、お粗末のあの第一話でみんななんかくさくさでやるとか、なんかそれううこそだと思いますよ。そうやね。<laughs> ちょっとメールが来てまして、はい、えとかなとさんからいただいたんですけどもえっとですねあのアニメのキャラをね、うん、うんしばらくやってなくて、うん、再び演じることになると、まあ、今回でいうと3期がスタートでどういうふうにそのキャラの声の出し方とか演じ方を思い出すんでしょうか。確かに気に気なるんですよい空てて でもねおそ松ってあんんまりななに難しくないんですよね、うん、なんでなんだろう、まあ、長くやってるっていうのはもちろんあるしうん何、うん、でだろう恐松はに、ね、そんなに苦労した感じがしないです、うんまあ、コンスタントに間にねいろんなエピソードあったりとかするからかもしれないけど、うん、意外と自分でやる時にこういう喋り方でやろうとか、うん、あんまり決めてないのがとどまつかもしれないです。 なるまあもちろんその可愛い仕草さした時は可愛くやるし、うんうん、でも意外と普通にしゃべるじゃないですかうん、うん、やつはだからどんなだったっけって意外と自分のこの素のトーンに近いところでやってるからあんまり、うんうん、悩んだことはないし他の作品でちょっと準備時間かかるなっていうのはあるあるめちゃくちゃあるしなんか 2年前にやったやつとか急に来たりするじゃないですか。<ー>その時は、うん、のえっとま前の音源を聞くもうん、うん、聞いてやってみて判断してもらうっていう感じだしうん、うん、やっぱ言うても2年とか3年経ってと声の感じも質もちょっとずつやっぱ変わるからそうなんだうんやっぱ自分の喋り方も変わるし、うん、それは難しいですよね、うん、あのゲームで僕10、うん、えー、何年やってんだろうあれ 中,中2からやってるゲームがあるんですよ、うん、有名な作品で。うん、あれとかは今でこそエンジンすぐかかるようになったけど、うん,ん中学生の時に初めてやってそっから56年後の時はもうね毎回なるのに数日かかるぐらいな感じ、うん、すごく時間がかかってたんですよね<ー>そのキャラになるっていうのはコツがつかむのが苦手だったというか。うんうんうん いいわゆる二十歳ぐらいの体でそう何か再現無理にしようとしてたりとか、うん、あなんかこう素直今まで素直にやってたところが、ね、素直だけじゃやれなくなった時期が来て、うん、でそれを経て、うん、今。 なんかそこに戻れるっていうか感じがあるからすごく大変なことですよね声優は特に見た目がわって変わんないんだもんそうねえぐいよね声変わったとかショックでしかないからね本当ショックそうかで俺あの前に妖精さんをやった時に女の子もののやつ妖精さんやって のシリアから買ってきて子供が好きだからちょっと怖いやってっていやもう普段やんないんだけど今回特別だよっつってもうペッてやったらい嘘つきって言われたよくあんのよもうそショックな目の前で言われたこともあるから目の前で言われたいややってやってっつってその時はアメフトのねんかこうアニメでしたけどちょっと。 ひささずわって言ったらうん、うん、<笑>っ笑われて、嘘嘘だって言われたよくあるある。<laughs> うんえー、やっぱね、やっぱりええありきですやっぱ姿勢は本当にそう。だからやっぱ裏方ってこと,とう。ん。ああ、そっか。まずはじゃあいいですね。なんかパッと始まってこうパッと入っていける、うん。パッと始まってパッと入っていける感覚はありますね。ねあとはなんかこうチームワークもいいし。うんうん なんか不仲説があるっていうシェイウェーブでは話になってましたけどって言ってたね。仲悪い人はね仲悪いって言わないしねそうね、うん、まあまあ分かんないですけどね水面下では。水面下ではね,ねもし本当にそういう部分があったら本当、うん、とマジで松でネタにしたいネタにしたいね二 <laughs> <laughs> 人だきりにしてね。2> 2人りにして そういうの見つけたいわはいあとねいいですかお仕事の「と松のお芝居であのね一期の頃美クのこと知らなくて収録していくうちにもうこの人絶対ツッコミやってもらおうって固まってって増えていったでしょツ増えていつからか増えてた感じありますよね そのゆうくんのツッコミってねなんか俺の好みもあるんですけどね、うん、ツッコミ声って、うん、負けることが大事だと思うんですよ強く怒ってたり強く突っ込んで正してんだけど、うん、ちゃんとその負けてくれてるあまりにもこう何て言うの強すぎるとまあ笑いにくいっていうか本当に怒ってるみたいなそう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 うそ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 、ん、うそ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 う それがちょうどいい塩梅でそれがね、うん、聞きたかったのが、うん、もうそういうやっぱ持って生まれた声の部分が大きいのか、うん、自分では正直そんなピンときてないなのか、うん、あの意識してなんか工夫してるとこはあるのか。どうなんだろう でもやっぱこの声質って持って生まれた部分はあるなと思っていて毒づいてもあんまり毒づいてるふうに聞こえないって言ってもらった時に気づいたの。そうなんだあ、か毒舌で傷つくってよりも嫌な感じがしないとか言ってもらった時に「ええ」って「本気なのにな」とか怒ってのにないやそうなんだよなんかどん切れても ちゃんとコントになるっていうか、なんでしょうね。あとはでも。楽しんでるっていうのが大きいのかもしれないですよね。そのなんかどっか心の片隅にこう。たの楽しいなんか突っ込めてることへの、その俺自身っていうよりも、怒ってるんだけど、なんかそのじゃれてるっていう。感覚が、そのキャラクターに。の。片隅に。置いておくっていうのは意識はしてます。やっぱそう。だって本気で怒るっつったら、だってね。 やり方がもっといろいろあるからそのツッコミとしてのそういうキャラクターとしてじゃれてるっていうのはじゃれててるっことかちょっとあると思いますただここに来るにあたってちょっとおそ松さん見返してきたんですよチラチラって面白いねんか笑っちゃうんか今になってやっとんか素であって笑える感じでもわかる後々見るとあの時アフレコが一番 うん、面白くってでオンエア見ても面白いんだけどうん、うん、いわゆる多分みんなが笑ってる感覚と同じように笑えるのってやっと今なのかもって思ったあ<ー>、うん、あこんなのあったなとかこんなになってるっていう、うん、なんか素で笑えたなって思いました。ちょっとと後で見ると、うん、あ,あれ ちゃゃんんとと面白いいじゃんみたいなことでしょだってアフレコンの時はねもう勢い重視だからそうね、うん、いやアフレコンの時はそれは客観的に見えないでしょうだってもう大変すぎるじゃん役者さんは本番が目の前にあるしさ、ねうん、そうそうそれも聞きたくて、うん、あれって結構戦場だよね役者さんから戦場ね小野さんに一回聞いたことがあって、うん、自分のその 今回出番多いよって時、うん、結構寝れなかったり言ってたよ <laughs> 本当にやっぱ小野さんっぽいね。ナイーブなのかなうん、うん、寝れないっつってすんだちょっといやもう吐きそうっすよみたいな、うん、ら小野さんよく言われるのれほらほ、うん、ホームランがもう 空振りだ<あ>三振感みたいなところがあるからじゃないですかよ、うん、<laughs> そんなこと言うなやっぱすごいなイリで <laughs> <laughs> もこれ本人にもねちゃんと言,言ってますから <laughs> <う>本人にもアフェリコンの時に 頑張れ面白いの面白いの <laughs> 本当ひどいと思う俺自分で俺後輩にやるとちょっと嫌嫌嫌いになるもんいや見たことある、うん、いやもっと面白くできるよとか言ってうん、うん、ディレクターでもないのにさいや本当ねテストの時とかね調整室ねもう大爆笑だよねうんいじ、ね、の身はやっぱすごいないやいやいやあれだってね人によっては危ないもんね <laughs> あのいじりは。 でもそれはもう小野さんが優しいっていうのももちろんあるからであと俺だけじゃなくてみんなの空気があるからほら俺すっごい後ろの方で言ってるから誰かの肩に隠れながらそうそうそうそかありますあれプレッシャーとかあの現場ってああミュクはあんまないのかなプレッシャーおそ松さんに関して言うと楽しいが一番強いかなすごいなやっぱ強いな いや俺ねメンタルでどっちかっていうと弱いタイプそういう本番に弱いタイプなんだけどの声の現場って特にやっぱずっとやってきたからか、うん、なんかそこの部分はちょっと強いかも声の現場に関してはね。楽しいし自分の出番がこう分かったりとかこうあ今回は。うん ティって思った時はすごいワクワクするし早く収録したいなと思うええ嬉しいそうなのすごんかみんなそうだと思うけどもちろん緊張もするけど俺が一番面白いと思ってやってるからそれがねあるんですよやっぱ感じる見てて前もちょっと言ったんだけどいやそれがすごいなと思ってみんなんだキャリアあってまあ そそこそこでややろうと思えばやれる人たちじゃない、うん、別にそれでさとがめられることもないし、うん、ちゃんと合格ラインだったら、うん、みんなちゃんと取りに来るよねいやみんなあの人が負けず嫌い<ー>だからやっぱみんなねこんなにいわゆるいわゆるこう人気声優っていうね言われてる人たちなんだなってそうねすごいですよもうパワフルで。あ<ー>うん <laughs> すごいあれはみんな自分が一番面白い心から思ってるね顔つきが変わってきた <laughs> <laughs> でもいいすごいよねその美しいことというかうん毎、うんまあ、回あそこが戦場になってんのはだからみんな,あ,んなあの現場が好きなんじゃないですかねうん,うん自分を目いっぱいアピールっていうかうん、うん、<laughs> できる場所だしでも難しい時もあってその 今回はもう点取りやボケて笑いかっさらうぞみたいな時とパス出しの時もあるじゃん。でさ抑えなきゃいけない時もある、うん、ああねよね。でもそのセリフは、まあ、小ボケというか中ボケが入ってて、うん、あのバランスとかね。かでもねそれもまた面白くて自分が一番面白いし自分が一番うまくできるぜって思いながらやりつつも、うん、やっぱ自分にできないものを強みをものすごい持ってるのをみんな知ってるから。うんうんうん ににパスを出した快そういえばって言うあっいや今の俺のパスのおかげだからね」っていう感覚があるわけよ。なるほどうん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 はいはい。いや点決めたの素晴らしいけどっていうのもあるともちろんすごいだけどやっぱリスペクトもしてるから本当にチームワークの良さじゃないかなそれがうんと思いますみんなみんなのこと大好きなんだと思う。 面白いな、そのパス出しでも、俺のおかげだぞって、ちょっと思ってる。いいですね。<laughs> <laughs> えっと。今週はここまでですかね。<laughs> <laughs> 何この終わり方。何これ。裏方。 さあ、まずお知らせからなんですけども、えっと、来週もね、伊野さんと一緒にやるんですけど。はい。次のゲストが決まりまして。はい。アニメ銀魂の監督の宮脇千鶴さんが来ていただきます。やりました。あ、いてくれるんですね、みウくん、ここ。あ、一応ね。あ、ありがとうございます。一応ね。はい。一応なんか。あの、監督さんって。うん。 ななるるるののにつ道があって知知らい制作やってた人が監督になるのとアニメーター絵描いてた人が監督になる方と2パターンあって宮脇さんはアニメーター上がりの監督さん絵を描ける人でおそ松さんの監督の藤田さんは絵描けない制作上がりら。あ違うのそうなんだそうだよあそれ知らなかったこれ俺も知らなくてそう監督業のねその辺のことを聞きたくてえとですので まあ、アニメ監督のことと、あのー、宮脇さんはアニメーターさんでもあるんで、うんえー、アニメーターさんへの質問など、えー、メールをお送りください、えー、番組ではその他の皆さんからのメールをお待ちしています番組の感想話を聞いてみたい裏方の人のリクエスト喋ってほしいテーマ松原周辺の質問何でも大丈夫です、えー、メールアドレスはこちら裏方アットマーク JOQR.net 裏方アットマーク JOQR.net えー、この番組は放送終了後アーカイブを YouTube の公式チャンネルでも、えー、配信していますのでぜひそちらでも聞いてみてください、えー、よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いしま YouTuber みたいなやつうん。これきょ日,日からあの台本に追加されてる <laughs> からな、うん、あ,あそうなのだってね改変がありますからね、うん、でもここのとこやっぱちょっと元気めに言わないとしてくんないよどうやって言うの よろしければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。みたいな、そう感じよ。言ってみて。いや、よ。え高評価とチャンネル登録を強めにね。分かった。はい。ええと、どっかよろしければ。よろしければ、高評価、チャンネル登録もお願いします。下手くそ。来週もみゆくんとお送りします。今日もありがとうございました。おやすみなさい。